中国の北京や上海などの大都市で、金融、科学技術などの分野で働くホワイトカラーの賃金は、最近、普遍的に減少の傾向が見られました。そのうち、上海市の賃金は前年比で9%下落しています。一部の専門家は、これが中国の経済復興に悪い影響を与えていると分析しました。中国の求人情報サイト、智レン・シが発表したデータによると、 今年第二四半期、上海市と北京市の賃金は、それぞれ前年比で9%と6%下落し、これは2015年以来の最大の下落幅となりました。また、新鮮、広州、甲州の賃金も減少しています。ブルームバーグ13日の報道では、上記の統計データは、中国政府が発表した全国の賃金上昇のデータとは鮮明な対象となっていると述べました。 中国の大都市のホワイトカラーにとっては、賃金が大幅に減少する一方で、出張費用や食事手当などを含む各種福利構成も削減されるという打撃を受けています。記事には、中国の金融、科学技術などの人気な業界が、この賃金減少の波に最も影響を受けており、一部の中国の銀行員の減給幅は40%にも達し、かつては安定した政府の職位でさえ、 言及を免れない状況となっています。北京当局は消費マインドを回復しようとしているが、賃金が下がったことで、人々はさらに支出を削減しています。ブルームバーグの記者は、民間企業と政府で働く18人をインタビューし、これらのホワイトカラーに雇用と個人支出に対する懸念が増していることがわかりました。不満がますます高まっているにもかかわらず、雇用を維持するために、 異なる年齢層の労働者は大幅な減給、少ない福利厚生、そして長時間労働を受け入れることを選びました。上海のある商業銀行のビジネスマネージャーであるイーソン氏は、うちの銀行は昨年、2桁の成長を達成し、自分自身の業績も優れていたにもかかわらず、給与が10%削減された、と述べました。広州のある新聞社のマネージャーであるコさんは、 うちの会社は過去3年間で従業員の3分の1を解雇した。今後も人員削減を続ける可能性があると述べました。Hey,